はい、ひょうこまるです。サイレンツ続き。前回やったばっかだしな。はい。次やってみっか。またあいつ誰かなのか。化け物め。闇人やめるの殲滅。やめるが全滅すると生命力の補給が途絶え、闇人を復活できなくなります。先に闇霊を倒しましょう。船内には各ブロックに配電盤があり、各所の電灯を操作することができます。有効に活用しましょう。機関室と機関制御室にある共通のものを探してください。うまく利用することで闇人を誘導し、戦況を有利にできます。はぁ、わからんけど。消えてくれよ。あの人に化け物めって言っちゃったから切れてんのか。ブレーカー落としちゃダメじゃない？まあ、電気つけるしかないのかね。さあ、皆殺しタイムの始まりだ。片っ端からぶっ殺してやるよ。こいつもよ。あってこい、この野郎。危なーい。バカたれい。淡路さんみたいにだね。なるべく棒でなんか弾もったいねえし。あー危ない。アイテムはないか。とりあえずなんかブレーカー的なのを開けまくればいいんでしょう。どこにあるんだかわかんないですけど。反対側にない？落とすなんだよな。割れてるか。まあ機械室に行く必要がありそうっすね。別機械室だな。どこだかわかんないけど。あーやべえ、あいついんのか。そうだよね、いるよね。でも機械制御室じゃん。
系じゃん。これか。あ、じゃあ電話だ。電話をなんとかしなきゃいけない。機関室の方で電話もやんなきゃいけないか。とりあえずこうしといて、機関室。どこにいた？どこにいるか、いるかわからないの怖い。戻んな。え、どこに行けばいいんだ。どこだっけ。あ、ここか。ね、奥にいるやつがちょっと邪魔なんだよね。そこにいるね。なんだ、押し出されてきやがった。もう後ろ向くの待ってたのに最悪だわ。後ろのあいつに押し出されやがった。おいよ、ここ障害物ねえじゃん。ワンちゃんこの広いとこでならやれるかも。やれた。いって。お前のせいだぞ、こんなに苦労したのは。マジだ。でも前回こいつ倒すのに40分ぐらいかかったからな。それを考えると早いんではないですか。後ろにいる。お前押し、くんなや。あ、そして後ろ向きたい時に向かねえんだな、これ。
監視室に行くぞ。電話したな。でも電話が何なんだ。まあそれどころではなくはない。何やねん今それ。誰が決めたんねん、それを。ああ。くっ。邪魔しやがって。ああ、向かねえな、後ろ。行きたい時にもかねえな。なん、あ、ダメなの？関係ない？え、でもどうすればいい？じゃあ電話かけた意味は？わけもわからず消火器を落としまくっている。全部落とした。あー、蘇ってきちゃった。ダリーンです。頭かな。やべえな。どうせいいし。やっぱ電話はどうにもできない。ああ、挟まれた。ああ、動けん。ちょ、後ろに回り込ませろ。こうね、回り込みにくいね。ちょ、広い場所行こうかね。でもな、マジ。あー、もう。伝統、各所にそんなあったか。共通のものってなんだ。機関室、気管制御室。あ、電話がかかってるから、そこに集まってるってこと。そんな集まってた。そんな風には見えませんでしたが。あるじゃん、しかも。1階の主電源。
船の主電源か。船の主電源、船の主電源ってどこ。絶対絶命だ。なんかやり方が違う。船の主電源、船の主電源を探せ。あれ？あれ？そ、あれ？やり、あれ？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 ここ行ってなかったっけ？あれ？あれ？まいったな。なんでそっから来んだよおめえよ。ふざけんなよ。逃げ逃げ。あーちもこっちも大パニック。どうしてこうなった。ああ。何もないか。電源的なものないのか。何これ。拳銃？ああ？こんなところに？踊ってるやつ。気づけよ。あいつやるわ。みんな方向向いてない。まずいぞ。みんなどっから来るんじゃない。やめてくれ。そんなあったんかい。銃もいらない。弾通せない。
わあ。閉めて。なんかどっか奥ある？とりあえず電話かけるか。これは？あ、これだよ。あったじゃん。なんか今来てなかった？なんかある。あ、防犯カメラ？ああ、アーカイブね。あ、倒れて。わあ、来たらいるな。で、ぶっ倒しまくればいいのか。もっと巴もやってやるよ。これさ、消火器落としたらぶつかんない？やった、当然じゃん。最初からそう言ってよ。はあ、ざま。で、どこにいんだこの奴らは。あいた。自分から光なだってやられに行ってくんない？拳銃ねえかな。ねえわ。あ、でもなんか一回のやつら勝手に消えてれば。船内の闇人？今までのやつらか。いた、危なーい。どうしようかな。あ、銃持ってんじゃん。
ちのセリフやで。うん、やれたり。危ねえ。まあ、いいや、コンボ持っとくわ。闇人はやっつけりゃいいんですね。よっしゃ、終わった。疲れたな。でも全員やったぞ。いつきくんのフィジカル。あ、やばい。もう日が暮れる。うわ。またあいつらがうようよし始める。もう一人は。死んだ。俺が撃った。あ、言っちゃうんだ。黄色いシャツの口の悪い女の子に会わなかったか。よし、見てない。もう終わりだ。俺はとんでもない思い違いをしていたようだ。もう誰も止められない。語る暇あったら最後まで笑うがきするほうがよくない？映画でもそういうやつが生き残るじゃん。ほら、立て。悪かったな。俺はあんたたちみたいな人種とは違って向いてないんだよ。なんだこのやりとり。結構見てて面白いかも。うわ、ここから反撃ののろし。キャラクターたちが集ってきたぞ。そしてほとんどのキャラ死んでったぞ。なんかいよいよ終盤って感じだな。まあこの辺かな。なっくすげえ疲れた。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。よこれでした。さよなら。